貨車。貨車、貨車とは、鉄道において、貨物を輸送するための列車、貨物列車に用いられる車両を指す故障。日本では、かつて、小荷物、郵便物は、旅客輸送の対象としていたが、現在ではほとんど廃れたことや、運送の形態により、これらが貨物として含まれることもある。自走式電動貨車、貨物電車については電車を参照。 貨車の設備は、有害貨車、無害貨車、その他の貨車に分けられる。さらにその中に、各種の貨車が存在している。また、一部のスペースに、車掌の乗務設備を設けた車両は、緩急車といい、有害者の場合は、有害緩急車、コンテナ車の場合は、コンテナ緩急車という。有害者は、雨に濡れてはいけない貨物を収容する、屋根のついた貨車である。 一般に二役するためのドアが側面に取り付けられている。初期には人力での二役を想定していたが、後にはフォークリフトによる二役を想定した設計になっている。汎用的に用いられる貨車で、ほとんどどのような貨物でも搭載していた。日本の鉄道では、普通の有害者と、鉄側有害者と、鉄製有害者をさらに区別しているが、 特に車体の材質を区別しない国も多い。有害者の派生車種として様々な特殊仕様を持った貨車が開発されている。冷蔵車は車体に断熱機構を備えて車内を保冷、保温した状態で走行できる貨車で肉類、魚介類、乳製品、飲料、冷凍食品などの食品類の輸送に用いられる。新しい車両では 機械的な冷凍機を運転して、車内を冷却しているが、もともとは氷やドライアイスといったものを用いて冷却することが想定されており、車両そのものには冷却機構がついていなかった。温度維持に関する装備を除けば概ね有害者と同じであり、アメリカでは断熱構造で冷却用の氷層があるものを競技の冷蔵車である DR、リーファー、断熱構造のみで 氷層がないものは、有害者として、インシュレーションボックスカー、インスレーションボックスカーと区別して呼んでいた。通風車は、有害者の側面、爪面に、多数のスリットが取り付けられており、車内の換気をしながら輸送できる貨車である。主に野菜、果物などの冷却するほどではないが、熟する時に発生する熱を取り除く必要がある、食品類の輸送に用いられる。これらの食品も、 長距離の輸送では冷蔵車が用いられる。スリットが開閉式になっていて、有害者と兼用できる車両もある。家畜車は、牛などの生きた家畜類を乗せるための貨車である。換気が考慮されており、構造的には通風車と似ている。日本では荷台が二段構造で、豚や羊のような背の低い家畜用の豚積車、棚に籠を乗せるには鳥専用の課金車などが区別。 されていた。これ以外に魚を生きたまま運ぶ設備を備えている、活用者、陶器を運ぶための棚を備えている陶器者などがあった。無害者は屋根がなく露店で貨物を輸送する貨車である。木材や砂利などを主に輸送する。煽りトと呼ばれる、二役時に倒すことができると思っているものが多いが、開閉方式には他にも様々なものがあり、また、 側面の板を撤去した車両も存在している。機械類であっても、上に防水カバーをかける形で、無害者で輸送することがある。土砂を輸送する無害者については、煽り度の高さが違っていたり、ダンプカーのように荷台を傾けることができるようになって、いたりと構造が若干異なり、動運車として区別されることがある。無害者の派生車種を以下に示す。長物車は、 側面にアオリドなどが付いていないフラットな貨車である。木材やレールなど長いものを輸送するために用いる。車両の輸送で用いることもある。側面に貨物の転落防止用の柱を立てることがある。コンテナを積載する車両も当初は、長物車に分類されていた。コンテナ車は、外見は、長物車に近いが、コンテナを積載するために作られた貨車で、 コンテナを固定するための禁定装置が備えられている。鉄道貨物輸送のコンテナ化に伴い、近年製造される貨車の多くがコンテナ車となっている。車運車は自動車を搭載するための貨車である。工場で完成した車両を販売地や輸出港へ輸送するためのものと、トラックやトレーラーを積み荷ごと積載して輸送する、ピギーバック輸送のためのものある。前者の場合、 普通車輸送用には2階建てになっている車両を用いていたが近年では車を専用のコンテナに積載して輸送する場合が多い。またカートレインでは車のオダク防止と安全性の確保のため車運車ではなく有害車が用いられる。日本の場合設定当初の車運車も馬車用の有害貨車であった。大物車はタービンや変圧機など 特に大型のものを運ぶために作られた特殊な貨車である。ただし、かさばるものでも自動車を積む場合は、車運車に分類される、日本の場合自動車輸送用の貨車は、前の、有害者の車運車の名義を引き継ぐまで、大物車扱いであった。様々な形態の車両が、大物車に含まれ、中には、貨物の容器自体を、車体の一部として利用する形式の大物車もある。 英語では構造によって専用の区分になる場合と長物車の一種とされる場合があり、貨物の容器自体を挟み込んで車体の一部にするタイプがシュナーベルカー、シュナーベルカー、あくまで車体に乗せる構造のものは長物車扱いでディープレスト、センター、フラットカー、ディープレスト、センターフラッテカーと呼ばれる。タンク車は石油、セメント、化学薬品、ガスなど機体、 液体、粉状のものを輸送するために車体にタンクを備えている、貨車である。配管をつないで流し込み、流し出す形態での二役が行われる。搭載する貨物の性格に応じて、二役方法や搭載量、タンク体の材質などが様々に異なっていて、多種多様な形式のタンク車が存在する。金属ナトリウム輸送用のタンク車では、誘拐したナトリウムを流し込んで冷却し、 タンク内で固体の状態で輸送して、到着地点で温めて、再度誘拐させて流し出すという特殊な二役形態のものも存在する。水を輸送するためのタンク車は特に水運車と呼ばれる。ホッパ車は鉱石、採石、セメント、小麦など粒状の物体を輸送するための貨車である。積み荷を包装せずにばら積みするのが特徴で。 上側からか車内に貨物を流し込み、下の取り出し口から流し出して取り出す。車体はロート状になっている。アメリカにおいては、リンゴやオレンジをそのまま搭載できる冷蔵発パ車も存在していた。石炭を輸送するホッパ車は、石炭車と呼ばれる。貨車の用途分類は、主に貨物列車の運用の仕方による分類である。一般用貨車は、 様々な種類の貨物をそれに応じて製作した貨車に直接搭載し貨物列車に繋いで運行するものである。このため貨車の種類は運びたい貨物に合わせて他種多したようなものとなる。出発地、目的地、搭載する貨物がバラバラな貨車を連結して走らせるため、操車場での入れ替え作業を繰り返しながら最終目的地へと運行される。途中での中継作業が多く、また、 出発地と目的地で鉄道とそれ以外の輸送手段の間での貨物の積み替えに手間がかかることから他の交通手段にとって変わられて多くの国で衰退している運用形式ある。専用貨車は鉱石、セメント、穀物、石炭、石油などの主に一次産品を生産地や生産工場から消費地や加工工場に向けて大量に輸送するための貨車である。 一時産品以外にも自動車の完成車両を工場から輸出港へ輸送するなどの列車がこの形態に相当することもある。車両としてはタンク車やホッパ車などが主にこの分類となる。同一形式の車両を多数連ねて出発地から目的地まで途中での中継作業なしに同じ貨物を大量直行輸送する形態で鉄道の大量輸送の特性が 最も発揮される形態である。コンテナ貨車は、貨車自体には走行装置とコンテナを積載する装置があるのみで、貨物はコンテナに格納されて、そのコンテナを貨車に搭載して輸送するものである。コンテナは、フォークリフトやリーチスタッカーなどの二役機械により、コンテナ貨車に対して脱着可能になっている。これにより、船舶やトラックなど、鉄道以外の輸送モードとの間で貨物を積み変わる。 作業が二役機械によるコンテナの積み替えだけで済むようになり、大幅に省力化された。様々な行き先に貨物を届けるためには、コンテナ貨車を操車場でつなぎ替えて、列車を編成し直すのではく、二役機械によって、それぞれのコンテナを目的地へ向かう、コンテナ列車に積み替えるようになり、時間と手間を要していた貨車の中継作業も省略された。 コンテナ貨車自体は同じものが大量に製造されて、列車に連結されており、その上に搭載されるコンテナが、貨物に応じて、多種多様なものが製造されるようになっている。ピギーバック輸送では、トラック自体を列車に搭載して輸送しており、これは貨物そのものを貨車に搭載せず、脱着可能な装置に貨物を搭載しているという点で、コンテナ貨車と類似した性格を持っている。 車種の詳細は、各項目を参照のこと。鉄道省が1928年10月に施行した、車両称号規定によるものが基礎で、それに、数字の改正が加えられている。バツは2009年時点で現存しない、または、保存車両のみが現存するもので、うち、付けとしたものは JR 継承後に消滅したもの。和紙鉄のみに残るもの。車室を有し、 手ブレーキ、または、車掌弁がある車両は、緩急車、緩急車という名を追加し、過重表示記号の後に、車両記号、負、ブレーキの負がつく。例油外緩急車、和負3万5千系、冷蔵緩急車、レム負1万系、コンテナ緩急車、コキ附5万系等。積載できる積み荷の重さを表す記号。元は、馬車用の馬を運ぶ有害に、馬。 無魔の無をつけて、ワムとしており、その後の称号改正などで、荷重表示記号をつける際に、ワムとしていた車両の積み荷が15トンだったことから14から16トンの荷重に無の記号を当て、それに合わせて他の重量には、語呂の良い無、ら先を当てたと言われている。重量の上限は、使用線区の許容軸重と強量などの許容重量負担力により決まる。 車両番号は、カタカナの記号のもとに書かれている一桁以上の数字で、ある。番号の不満の仕方は、基本的には、以下の通り、ただし、同車種、同荷重の多形式と重複しないように飛び番させたり、番台区分等で異なっている場合もある。1970年頃、コンピュータ処理を考慮した、貨車の番号体系の変更、用途と荷重記号、 形式番号4桁から、ハイフン製造番号5桁が検討されたことがあった。また、荷重表示記号も25トン以上を示す木の上に、さらに3つに細分化された記号の新設が検討されていた。他の形式と違う取り扱いをしなければならない、形式にのみ、用途を表す、カタカナの前に一回り、小さい植え付きのカタカナで表記する。 新幹線での貨物営業が実現しなかったため、営業用車両はなく、すべて事業用、工事用車両である。1987年の国鉄分割民営化に、際しては、東海旅客鉄道、JR 東海と西日本旅客鉄道、JR 西日本に継承されたが、東海旅客鉄道、JR 東海が保有していた車両は1993年に、 車両席を抹消され、モーターカーと同じ扱い、西日本旅客鉄道、JR 西日本が保有していた車両も2002年に、車席を抹消された。なお、東日本旅客鉄道、JR 東日本にはもともと存在しなかった。また、北海道旅客鉄道、JR 北海道では、北海道新幹線用の新幹線貨物列車の、トレインオントレインの実験車を試作。 内え工場で現在実験に供している。なお、現在は、新型ドクターイエローが名乗っている923型であるが、かつて同形式の新幹線貨車が存在した。国鉄時代に作られたレール単焦車が923型であった。新型ドクターイエローが登場した時点では、JR 西日本に923の2が、 残存していた JR 東海のマイナス1は民営化後間もなく廃車されている。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。